初出場22番の平野とこの8番中田が攻撃的な位置に入ります。果たしてくるんでしょうか。3-6-1のフォーメーション。さあ左サイド数に振りました。ティンガムのイエルカン、ストッパーに6番パブリチッチと20番のシミッチ、さあ8番の中田ボールを取られました。さあボールを取った本田から8番の中田、さあ中田、韓国戦で日韓戦でデビューした中田だがこれはファールです。日本のオープニングシュートは7番の本田でした。このシュートは発明でした。中田のミスは8番の中田。アンダーセブンティーンワールドユース、オリンピック各年代で世界を経験している8番の中田。あの皆さん、日韓戦では非常にいいコンビネーションを見せましたよね。そうなんですよね、まあ、昨日も練習見たらね、違ってプレーしますね、はい、もう。さあ日本代表シュートを打ちましたが、ベンチサイドの様子を聞いてみましょう。田少アナウンサーです。田少さん、はい、加茂監督はフラリアヤから前にボールを送ります。フォワードの21番スミトノビッチが下がっています。8番の中田からカットした7番の本田、8番の中田、さあどういうパスを出す。右サイドに控えている中村が右サイド上がっていく。19番の中村、ここはクロアチアうまく体を入れました。さあ8番の中田、真ん中にパスを出す。アーサイドの平野、さあそのカズにボールが来る。シュート、相手の後ろに入って前に出てきてますからね。この辺の攻撃は最高ですよ。すごいですね、はい、惜しかったら真ん中にパス、フォローの8番の中田が走っています。さあ中田前を抜いてボールが浮いた。ボールをコントロール。日本は守備に入りますとラインディフェンス5人ぐらいのライン、真ん中にボールを置きます。8番の中田、各年代で世界大会を経験。さあ左サイドボールを渡した3番の相馬からセンタリング、低いセンタリングがフライとしてはいいってことでしょうね。特にディフェンスにおいては、はい、満足してじゃないですか。いわゆる3バックを今回試しているわけですからね。そうです。三原、斉藤、秋田の3バック、ボランチに。さあこの辺り日本がボールを取りました。8番の中田から22番の平野に、ここでまたクロアチアがボールを取って、中田1回ボールを戻して、ああこれはブロービッチの足に当たりました。3-0とリード。青いユニフォーム、左から右に攻めるのが日本代表。赤と白のユニフォーム、右から左に攻めるのが1-0と日本代表がリードしています。さあ8番の中田、今日は素晴らしいパスを前に供給。さあボールが、この辺りはいいボディバランスを見せましたですね。流れていきませんからね、はい、そういう点でやはりでも誰か出てきてほしいという気持ちあると思います。そして日本にとってもこのアジアの壁を破るために、中田、8番の中田抜いた。さあどうだ、ブレディエリア前に来てちょっとシュート、簡単に2人を抜いていきます、はい、そしてカズへのパスよく見えてますね。もう本当に見えますね、はい、いいプレーです。中田の理想のプレーというのは速いパス回しから楽に点を取ること、一人でこの点のお膳立てを。若い平野、そしてベテランの一気に出したカズのゴール、2-0。そしてまた中田がボールを持った、前にボールを送る、懸命のディフェンスがカズが前にいる、手の自信が徐々に芽生えているという川口です。を抜いてペナルティーエリアマイナスのパス、これが数の41得点目を生みました。秋田、三原、斉藤の3バックを組んでいます。今相馬が最終ラインに入っています。さあ19番の中村が真ん中にボールを支配しています。という若いキーパーがアジアカップ以降に復帰してきました。この川口、奈良崎、非常に楽しみなゴールキーパーが一発のブラオビッチは、主力3人がいなくてもクロアチアが強いということを証明したいと話していましたが、現在は3-0、日本代表が3点のリードを奪っています。 FIFA の最新ランキングによりますと、日本が重視で七海がボランチを務めるんですが、やや前目、いわゆる本田と七海が縦の位置に並ぶボランチです。このボールは面白いパスを出してくれますね。非常にこの攻撃のバリエーション増えましたよね、はい、その中田です。さあ処理回して前にボールを送ります。センターサークル、クロアチア城初ゴールランナー平尾、そして2点目は後半4分に勝つ、3点目は8分に勝つ、勝つが2得点、そして中田からのパス、名波のパス、素晴らしいリアします。17番の秋田、8番の中田、前を向けば強い、22番の平野、名波ボール持って前に中田が飛び出している、中田、胸でワンクロックして1対1
点。しかしこの辺りの中田の強さも見られましたね。ここの中田の動きをご覧ください。まあ引っかかれて、ね、引っかかれていますけどね、まあ、その前のこのボールを持ってためを作るといいますかね、はい、ボールを持って鈴木さん、クロアチアメンバーチェンジなんですが、はい、8番のプロシネツキをアウトさせました。そうですか。15番のエルチェグを入れますね。エルチェグ、クロアチアはこれで3人目のメンバー交代ということに抑えたいと話していた川口。そしてここでメンバーが変わります。入るのは15番の森島と24番の伊藤です。カボ監督はね、伊藤の肩を抱いてもう送り出す前にじっくり何かこう話しかけてから、グラウンドへの送り出しました。そうですか、はい。